よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、もう始まり、はい、はい、改めて3度目ですけども、塚本と申します。はい、この花咲也です。花咲也さん、よろしくお願いします、はい、僕はあの女性、あ、今回の企画は、はい、あの女性が起業するということをもっと応援したいということで、無料でオンラインセミナーをさせていただいて、実際にもうあの起業されて、もうまあその成功、まあ成功の定義はいろいろありますけども、うまくやられて、そのうまくやれてないなっていうの、幸せに起業をされているあの3人の方にお話を聞くという企画ですね。はい、はい、ということで、あの僕は、塚本と申します。はい、女性の起業を支援して、まあそのコンサルティングやあのセミナー等をさせていただいております。今回のこの企画の、まあ、一応その発起人といいますか、いたしっぺとして、あのインタビュアーとして参加させていただいております。よろしくお願いします。そして、この花咲也さんが3人目 の、はい、あのスピーカーということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。マリッジカウンセラーを されている、はい、あの簡単に今やられているお仕事と、はい、その自己紹介、そしてあの企業の経緯等をお聞かせ願えればなと。ちょっと私話してると話がそれる方なんで。あ、大丈夫です。あのちゃんと、あ、これ言ってね、僕がもっと加速する。あ、わかりました。それすぎですよってこう、はい、止める感じで、わかりました、はい、止め役で、逆にそっちの方がもういいです。そうですね、はいはい、よろしくお願いします。この花咲也と申します。はい、まあ、今ねご紹介いただいたんですけれども、まあ、マリッジカウンセラー、あの、はい、パートナーシップの心理学の方を専門にやっております。はいはい、まあ、心理カウンセラー、心理療法家なんですね。うんうん、まあ、セラピーの方の仕事をしております。はい、で、まあ、セラピーとかカウンセリングっていろんな分野がありますけれども、はい、まあ、たまたま私の、ね、一番の得意な分野がパートナーシップ、はい、パートナーシップということで、まあ、大きく、ね、分けると人間関係なんで、はいはい、まああのまあ、パートナーシップってことで分かりやすいんで言ってますけど、もちろん私あの親子の関係とかはじっくりやりますし、はいはい、それからあとはそうですね、あの同性の友人との関係ですとか、はいはい、あの企業内でね、はい、上司とのトラブルとかありますので、はいはい、まあ、人間関係、まあ、リレーションシップって言いますけどね、人間関係に関してはほぼほぼ全部にあたってやりますか。やりますよ。もう今相談したいことが今出てきました。あ、その話をするとちょっと話がこじれるので、後で後で懇親会で、懇親会でね、懇親会で実は悩んでるんですつって、許せないみたいな。高いよ。そうですよね。ちょっとお友達みたいな。はい、で何の話何の話。あ、そうそう、はい、そのでパートナーシップ。そうですね、あの、まあそうは言っても私女性ですし、はい、まあ、女性っていうことで、女性のね、あのやっぱりクライアントさんというか来談者の方がまあ 95% 以上、あ、まあ、たまに男性の方も見えるんですけれども、はいはい、やっぱり女性がね、やっぱり来談に見えるっていうことは、うん、やっぱり女性の一番の悩みっていうか、まあ私は単なる悩みと思ってなくて、その方が自分の本質に気づくための旅路を始めるきっかけっていうふうに私も思ってるんですけども、それが悩みである。はい、悩みってそういうものなんだと私は思ってるんですね。はい、悩みって単に自分を不幸にするものではない、はい、でその悩みっていうものは単なるきっかけなんですよ。なのでその悩みを自分をね、はい、不幸にする邪魔者っていうふうに捉えるか、自分の本質に気づくための一つの何ですかね、こう船出のための、うん、きっかけだったり、そういうふうにするかは、うん、自分次第ですね。自分次第、はい、悩みを消そうとしたりとか逃げるとかじゃなくて、そうですね。ああ、なるほど。その発想はなかったです。あの悩みの下、うん、悩みの下というか、まあ、問題の下にはお宝が隠されてるんですよ。あ、お宝が、はい、悩みや問題の下には。そうです。で、そうか、またこんな感じで私話がすぐずれちゃうんですけど、で、まあ、あの皆さんやっぱり男女関係のことでね、はい、あの、うん、来られるんですね、ほぼほぼね、はいはい、で、やっぱりね、あの自分もパートナー欲しいけど全く出会いがないとか、自分が女性として魅力があるのか、うん、自信がないとか、はい、まあ、40代になっても本当の話なんですけどね、はいはい、誰とも一度も男性と、うん、あの片思いは長いけど付き合ったことがないっていう方とか結構いらっしゃるんです、うん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 、とか、はい、
とかそういう方とかね、はいはい、とかまあ、出会いはあってもなんかこう、はい、いつもこう友達以上恋人未満のなんかこう中途半端な関係で終わってしまって都合のいい女になっちゃうとか、なんかすごい生々しい。あとは、はい、あのとりあえず彼氏彼女っていうことでこぎつけても、うん、逆に今度は自分に女性としての自信がある系、はい、一見あるっていう方にもやっぱり問題というかね、うん、やっぱり課題、まあ問題って言ったらあれですね、課題ですね、はい、課題をお持ちの方いらっしゃって、はい、あの恋人ができるのは問題ないしすぐできるんだけど長続きしないとか、はい、あ自分が相手に魅力を感じなくなってしまうとか、まあ、いろんな理由でね、はいあのまあ、結婚に結びつかない恋愛をなんかこう繰り返しちゃって、はい、決して自分はモテない女じゃないんだけど、うん、なんで私、ね、40過ぎて未婚なのみたいな、うん、っていう方もいらっしゃいますし、うんはいはい、あとは結婚してからもやっぱりね、はい、あるんですよ。あ結婚してからも、はい、当然やっぱり、うん、あのまあお子さん持たれたいという方もほとんどですし、はいうん、それからまあね今家のお姑様とか、はい、小順子様といろいろやっぱりね、はい、なるほどなるほど。それから子供が生まれると関係性っていうのがやっぱトライアングルになるのでね、はいあはいはいはい、2人だけの関係ではなかなかね、うん、なくなってきますし、はい、あとはやっぱり子供さん、まあ、何でもそうなんだけどお金もそうだし子供もそうなんだけど、はい、何かをきっかけに、はいあのまあ、子供がこうきっかけになる人もいるし、うん、先ほどのお金ね青柳さんの専門であるお金の場合もありますし、はいはい、人がそれまであの慢性的に抱えてきたパターンとか問題っていうのは、はいうん、あの例えばそうですねお金のこととか子供のこととか何かがきっかけになって浮上するタイミングっていうのが必ずあるんですよ、うん、でその時に困ったことが起きたとかどうして私の人生ってこういうことばっかりが起きるのっていうふうにさっきも言いましたけれども、はいはい、あの自分はなんかこう被害者意識っていうの、はい、なんで私はこうなのせっかく私は人並みの幸せをつかみたいだけなのによよよよよっていくか、うん、うおーみたいなそう、はい、っていういくか、はいはい、それをきっかけにこう自分の本質に気づいていくとこうっていう方向にこう進んでいく、うんうんどちらにも結局使えるんですよ、はい、全て私たちの人生で起きることって中立なので、うん、あそういうことですね、はい、でまたずれちゃってますねでそうですね結婚してもまあいろいろね、うん課題はあるし、はい、それから結婚はしたんだけれども、うん、やっぱり結婚してから分かったほらいろいろあるじゃないですかそうですね、ね、うん、あの配偶者の浮気とか、うん、あはい戦慄が大丈夫ですか？それから自分がね、うん、浮気というか浮気が本気になっちゃったとかね浮気が本気になっちゃったなんか突然なんか昼まあ、いいや昼ドラマみたいになってました、ね、いや本当に、うん、あの、はい、笑えない話なんですかそうなんですねそういうご相談もいっぱい来ますそれからあとはあれですね、はい、あの配偶者が DV をするとか、うん、モラルハラスメントをするとか、はい私は実は何だろうなあのなんかよく私のこと婚活婚活って言って、はい、相互紹介しませんか私僕も婚活心理学やってます消えろって感じですよおっとちょっと私はねおっとあいいですもっとやりましょうハワルワールドな相談を受けてるんですよね、はいはい、やっぱりあの自分のコミュニケーションが下手だから夫を怒らせてしまうのじゃないかと思うのでもっと夫婦がラブラブになるコミュニケーションを教えてくださいっていうふうにうちにカウンセリングに来てよくよく話聞いてるとせコミュニケーションのテクニックとかじゃなくその旦那さんただのもらおうじゃねえかよっていうのいっぱいあるんでそういうのちゃんとこう気づいていただいて、はい、あの恐怖からつながっていないかとか、うん、自分の自信がのなさゆえにその旦那さんにしがみついてない、はい本当にこの結婚ってこう続けてていいものなのかそうやってなんか自分だけでは気づけないこの課題の中の本質を一緒にこう紐解いていったりそうです、ね、その勇気づけたりするというお仕事をされてるんですね、はい、そうですねまあ何でしょうねあの、うん、自分のね人生の主導権を取り戻すというか、はい、おなるほど自分の人生の主導権を取り戻すそうですね自分自身に対するこう尊厳を取り戻すっていうのが、はい本当私が一番やりたいのはそこなんですね、うん、なるほど単に彼氏ができてよかったね、うん、結婚してよかったねじゃなくて、まあ、いいんですけどそれも、うん、っていうかそれ本当大事なことなんで、うん、
っぱり炎上はさせていただきますけれども、うん、まあ、そういう問題発見とか、うん、あとはこの結婚は続けるべきなのか、うん、あるいはやっぱり離婚っていうところを引き返すべきなのか、うん、やっぱりお互いの幸せのために、やっぱり学びのためのね相手っていう場合もありますから、はい、泥沼の別れじゃなくて、ちゃんとお互い感謝し合って別れっていうね、うん、そういう別れ方もあるので、はい、あとそれからそうですね、伴侶の死別とか、ね、はい、それから離婚ってありますから、うん、その長年ね連れ添ったパートナーを失うってことは、うん、結局やっぱりそれがどんな関係であれ長年一緒にいるってことは、自分の体のね、うん、一部をこうもがれるような、そういう喪失感、はい、喪失感のケア、ロスって言うんですけど、喪失のケアなんかも私やってますね。なかなか普通の人には相談されてもこう大きいで受け止めれないことみたいなのこと多いですね、相談のことが。そうですね、だからやっぱりそういうね、援助、まあ、うん、だから私の仕事は、はい、まあ、私の仕事、まあ、カウンセラーとかね、うん、セラピストっていう、はい、呼ばれる人間は援助職って呼ばれてる、援助職、対人援助職、うん、なるほど。あとはそうですね、はい、やっぱりその喪失を乗り切った後、はい、まあ、グリーフケアっていうんですけど、グリーフって嘆きなんですけど、はい、その喪失のケアをした後、やっぱり自分の心のその喪失感とかを十分にこうケアした後、元気になったら、じゃあまた新しいパートナーシップに扉開いてみたいなっていう方がいらっしゃるので、うん、あるいはパートナーシップを持たないにしても、本当に自分に 100% OK 出して幸せに自分自身を花開かせていきたいっていう方もいらっしゃるんで、はい、そういう方たちのこう後押しというか、援助とかなので、そうですね、パートナーシップに関してはゆりかごから墓場まで、ゆりかごから墓場まで、はい、ほぼほぼ全てやらせて、対応させて、なるほど。そのお仕事はもう一番最初からやられてたんですか、そのいわゆる、なんて言いますか、いや、私、まあ、会社員やってましたよ。そうなんですか。外資系の会社。なんかそれ、なんかこう、今からではちょっとなんか、想像がちょっと、私も、私も会社にやられてたんですよ。私もびっくりでした。なんで今私、自分でもびっくり。そうなんです。人生何が起こるか。なんか最初から、はい、もう、人の心をケアされてたのかなと思うぐらいの、なんて言いますか、貫禄じゃないですね。じゃあ、来年の何かからウェブやるときまで10キロ痩せますので、はい、言っちゃった、どうしよう今聞きましたとか言って、何の番組なんですか、来年のなんかこういうほらウェブセミナーで事前質問って、この花咲さん10キロ減量できたんですかとか、あ、出さないで、ね、この前言ってましたよねとか言う、あ、じゃあ皆さんそのプレッシャーをそのプレッシャーを桜井さんにかけるというのが今回の、ね、宿題ということで、やばい、そういうから出たさ、何の番組なんですかね、おやこうなんかね、お昼のあれになってますけど、それは会社員をやられたんですね、うん、外資系、そうです、そうなんですか、はい、こう どういう、最初は一番最初どういう会社に勤められてたんですか、そうですね、経緯としては、私は、はい、第一外国語がフランス語だったので、はい、フランス文学じゃなくて語学の方やってて、はい、やっぱりフランスの経済とか政治とか、はい、外交とかそっち方面やってたん で、はい、でやっぱりフランスの会社がいいよねみたいな感じで、なんてでも安直ですね、いいですね、その感じいいでしょじゃあフランスやみたいな、そう、そう、何にも何にもないフランスの会社、そうですね、勤められて、はい、フランスの会社の日本で、そうですね、お勤めされて、はい、そうなんですね、そこは長かったんですか、お仕事は。いや、長かったです。どういうお仕事？結果的に長かったです。やっぱり、なんでしょうね、そのフランスの本国に日本のカスタマーさんというか、はい、まあ、クライアントさんというんですか、はい、まあ、取引先のバイヤーさんたちをお連れしたりとか、うん、なるほど、あとは輸入の仕事とか、はい、それから商品の開発とか、はい、店舗トレーニング、はい、店舗のスタッフのトレーニングとか、なんか全部っていうか、いっぱいやってますね。そうですね。いや、笑っちゃう話なんですけど、はいはい、まだね、私が前いた会社が小さかった頃なんていうのは、はい、夕方になると物流さんでほら佐川さんって言うじゃないですか、はいはいはい、佐川さん来る時間があるんですよ、はい、で定時が6時だったん で、はい、で帰らな帰らな帰らな、えっとか思って、そしたら物流の、うん、やっぱりねチーフの方が、はい、ちょっと低下してくれて、何だろうと思ったら、はい、スカーフ外してみたいな、どっさり、そう、ガムテガムテガムテみたいな、あ、そういう結構現場な感じですね。そう、現場も やられて、そう、ガテンってでした、ガテンな感じのやってました、もうやられてたんですね、あ、そうなんですね、
そこ、その会社は物流というか小売のお店ですか？そうですね、やっぱり輸入をして、うん、それからにあの輸入代理店ですね、輸入代理をして、それからね、はい、国内の卸とか、それから直営店で、うん、はい、まあ、物を販売していく。なるほど、貿易の会社みたいな。そうですね。あ、なるほど。そちらにどれぐらいお勤めされて？結局私、はい、なんだかんだ言って在籍してたの18年。あ、そうなんですね。そうなんですよ。18年在籍からの独立。そうですね。っていうか、まあそれまでにさっき青柳さんがね、はい、まあ、週末企業とおっしゃってましたけど、はい、10年ぐらいはなんだかんだって週末企業してたんですよ。あ、そうなんですね。はい、ちま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 。お勤めしながら、そうです、その、あの空いてる時間とかを使って、はい、いわゆるその今のカウンセリングのお仕事をされてたんですね。はい、あ、そうなんですね。それは10年ということは、つまりあのお勤めされて8年ぐらい経ってから。そうですね。なんかこうきっかけがあって、はい、どういうきっかけから、まあ、8年、そうですね、はい、やっぱり私20代のね、はい、ベタな話なんです、はい、やっぱり大学の頃とか、ほら付き合ってた彼とかいたわけで、はい、やっぱりそういう人と関係うまく、うん、行かなくなったりするじゃないですか、はいはい、それでやっぱり大学出て、それからあれですよね、あの親元出てこう一人暮らしを始めたりとか、はい、あと私こういう変わってる人間なんで、うん、要はあの醜いアヒルの子だったんですよ、はいはい、醜いアヒルの子って分かります？分かります。要は会社で浮いてたんです。あ、なんかそう納得しました。すいません。それで、あのなんで自分ってこうなのとか、やっぱり、うん、一種のアイデンティティクライシスに終わったの、陥ったのが、うん、まあ、20代のですね、あの半ばぐらい、25、6、7。その時にこう、でも外資系の会社って言っても、はい、やっぱり日本の企業様相手にしてるし、はいはい、やっぱりその、ね、会社の上司はね、日本、まあフランス人の上司もいましたけども、はいはい、やっぱりなんでしょうね、フランス人の上司ってほら、あの本国から来るさ、あのお雛様みたいなもんだし、はい、あ、はいはいはい、なるほどなるほど。なのでやっぱりね、うん、はい、あの代理店っていうと、その本国と日本のお客様の間っこにこう入ってさ、はいはい、2つの顔をほら使い分けなきゃいけないじゃないですか、はいはい、で私空気読めなかったんですよ。そうなんですね。空気読めなかったんで、うんうんうん、ふむふむ。そんな感じで、それでちょっとまあちょっと心の風邪を引きましてですね、うん、この風を、あのその時にやっぱりカウンセリングとかセラピーっていうのは初めてお世話になったんですね、うん、はい、そうなんですね。それで、まあ、自己肯定感というのを下ろしまして、はいはい、でその時に、あ、世の中にはこういう仕事があるんだと。なるほど。なんか田中直子さんの話もちょっと被りますね。そうですね。自分がこういうのを受けられて、はい、っていうのと一緒のように、はい、自分がカウンセリングの力を貸していただいてっていう。なるほど、そうなんですね、はい、そこからそのこういう仕事もあるんだって目覚められて、そのこの仕事したいよねって思ったの。そうなんですね。で、まあ、ゆくゆくはね、はい、あのこの仕事でね独立したいなっていうふうに思い始めたわけなんですよ、うん、でその頃から、まあ、起業っていうか、まあ、この仕事で、はい、ちゃんと食べていくにはどうしたらいいのだかとか、こう、はい、あの情報を集めまして、はい、あ、資金いるよねとか、はい、やっていく間に集客って必要だよねとか、うん、でも今ってお金使いすぎちゃってこう貯金ないよねみたいな、はい、あとそれからあの贅沢しなくっても、うん、ね、あの自分は1ヶ月生きてこうお金ってこれぐらい必要だよねってこう手探りなんだけど、うん、だいたい当たりつけたんですよ、はい、それでこういう仕事って、うん、はい、あの要は企業に勤めてるってことは自分っていう労働力とかスキルっていうのを、はいはい、あの直接お客様とか市場に売る代わりに、うん、あの会社っていうのれんが集客をしてくれてるわけじゃないですか。そうですね、うん、それに対してあの会社っていうのれんがお客を集めてくれて自分がこう労働力とかね、うん、時間を売ってるわけなんで、はい、あの会社のお給料 がどうのこうのっていうけど、それは集客してもらってるからなんですよ。そうですね、と思ったんです。そうですね、うん、なんでこんなこと気がつけたんだろうな、私って天才だなとか言っちゃってるんですよ、うん、いや、もういいです、いいです、天才だと思います。で、そういうことになんかあるよと思って、そうだよ、そしたらこの会社すぐ辞めちゃまずいんだよと思ったので、はい、まあちゃんとこの仕事でほぼほぼお金がきちっと回るのには絶対3年はかかるよなって、結構私ビビりなんで、はい、で、まあいろんな方に聞いてみたら3年は
赤字だっていうか稼げないと思った方がいいよみたいなことをみんなに言われたんで、じゃあ1ヶ月に必要なお金っていくらなのってことで、うん、かける36、はい、36、3年分、はい、で今の預金残高いくらって引くじゃないですか、はい、で今の会社でお給料もらってて、うんうん、あの毎月いくら貯金できるのよってあるじゃないですか、はい、3万とか5万とか、はい、でその貯めなきゃいけないお金をその金額で割るとあと何年この会社にいなきゃいけないのって出るじゃないですか、はい、それでまあ、 あのすぐ飛び出すのはまずいよねっていう結論になって、かなり慎重な、いや私ビビりなんですよ、すごいですね、なんかこう勢い余って飛び出す人も多いで、いやあの出ちゃった、そうなんですよ、あのそういういっぱい、はい、そういう方たちいっぱい知ってますけど、うんうん、なんか半年持たずに、はあ、なんか噂聞かないねみたいななるほど、そう、あ、慎重だったんですね、計画も立てられて、そうですね、そうなんですね、なんかその集客の話もその出ましたけれど、はい、咲夜さんはやっぱりこう 僕も咲夜さんもお会いする前からずっとお名前は、はい、僕拝見してて知ってたんですよ。あ、そうなんですか。メールマガジンで、そのあらららら、あの咲夜さんのメールマガジンもそうですけど、うん、他の方のそのプロモーションで、うん、この花咲夜ですっていうメールを受け取って、うん、そのつまりなんかメールマガジンを使ったりするインターネットの、はいはい、なんかビジネスの中でそのカウンセラーさんっていうのがほとんどいない、いないですか、見ない、あんまりいらっしゃらないかなと僕思ってたので、すごい目立ってたんですよね。だからこんな人もいるんだなって思っていて、でメールマガジン の、その媒体もかなり大きいというふうにちょっとお聞きしてたんで、はい、そういう人がいるんだなと思って僕すごい思ってたんです。だからこれ、あのそのいわゆるきっかけ、お話させていただくきっかけになったそのコンサルタントラボラティっていう、ね、はいはいはい、ところとかでお会いした時はすごいなと思って拝見してまして、なんか珍しいですよね、そのカウンセラーさんでいわゆる発信してメディアで発信されて集客をちゃんとされてそのビジネスをしっかり回されているっていうのが、そこをカウンセラーと職業からそこにこう至るっていうのはこうどういうなんかこう考え方というか経緯があったのか。あ、そのマーケティングですか。はい、マーケティング、いわゆるマーケティング。先ほどはね、青柳さんがおっしゃったのと一緒で、はい、やっぱりやる以上ね、はい、続けていかないとダメでしょう、はい、話ですよね、うんうんうん、はい、で、あれですよね、あの、うん、今日話したかったテーマなんですけど、はいはい、ね、今日は起業っていうことで、うんうん、あの皆さん、ね、はい、見ていただいて、うん、まあ、現場に来てくださった方たちにはお集まりいただいているわけなんですけれども、はいはい、あの何でしょうね、こう起業をするにも、うんうん、あの結婚するにも、はい、動機って大事なんですよね、はいはい、あの、うん、なんですかね、あのストレートに言っちゃうと、起業するにも、はい、結婚するにも、はい、今の自分から逃げたいとか今の現状が嫌だから逃げるために、はい、だから結婚したいとか、はい、起業したいとか、はい、あのそれだとうまくいかないんですよね。それだとうまくいかないって言っても、いや、はい、私そんなつもりないですとか、はい、なんでしょうね、あの、うん、やっぱり私のようなね、あの、うん、そうですね、カウンセリングの世界とか、はい、心理療法の世界、まあ、心理療法の世界ってやっぱりスピリチュアル、まあ、私トランスパーソナル心理学の方もやってますから、はいはい、やっぱりスピリチュアルの領域とかぶってるところがあって、ちょっとそこら辺のところにいらっしゃる方によく聞くのが、はい、あのよくやっぱり私もね、起業の相談とかね、はい、あの男女関係のことでご相談に見えたのかなと思うと、やっぱり起業のね、うん、相談とかで、はい、あの時々おっしゃるのが、はい、私はこんなことをやるためにこの星に生まれてきたんじゃないんですっていう方多いんです。このあ、なるほど、私には使命があるっておっしゃったけど、はいはい、あのそっちの方の使命じゃなく、うん、あの私には使命があるっていうふうに無理に思い込もうとしている人たち、だから現状の自分を受け入れてない、はい、今の自分が嫌いだから、うん、そうですね、そういう、そう、今の仕事が嫌いだから、はい、ある種の逃げ道というか、そうですね、でご本人はそれ思いたくないから、だから私はしなんか使命があるとかさ、この星の使命がある、そう、ウルトラマンじゃないんだからってで、あの、まあいいんですよ、まあ、最初はね、そういうやつでも、はい、ただ何でしょうね、あの結局まあ今の自分に OK 出せないから、はい、今の自分を好きじゃないからとか、今の自分じゃ目立たないからとか、つまんないから、うんうん、っていう、はい、これ、まあ、無価値観っては、ね、はい、言いますけど、
この起業の動機にしても結婚の動機にしても無価値観からやろうとしてませんかってことをよく見ていただきたいんです。ほう、なんかありえそう。そう、無価値観じゃなくてってことですよね。そう、自分の自己肯定感の低さとか、うん、はい、無価値観を埋めるために誰かになろうとして。なるほど。カウンセラーってすごいね、コーチってすごいね、ヒーラーってすごいねって、だから自分に OK 出してない、ね、はい、あの自分の私は価値がないんだっていうところから、うん、その自分の中のえぐれた穴を埋めるために起業しようとしてませんか、はい、特別な誰かになろうとしてませんか。それはそういう人結構多いかもしれないですね。あのもちろんだからそれだから起業しちゃいけないってことじゃないんだけど、はい、やっぱりそこがやっぱりあの出発点になって、じゃあもうやめなさいよ廃業しなさいよってことじゃなく、うん、そこに気づいたらちょっと軌道修正していこうよねっていう、うん、でそうしないとね結局あれなんですよね、はい、自分の、うん、あの無価値観から逃げるために、はい、人助けをしようとしてないか、それをね、よくよく見ていかないと、うん、あのまあ、この会場にいらっしゃる方ってやっぱスピリチュアル系のことやってる方っていらっしゃいます？ここにいらっしゃらない、ね、いらっしゃらない、うん、分かりました、まあ、スピリチュアルとかセラピーとかね、まあ、私がたまたまいる分野がそうだからかもしれないんだけども、はい、人を助けるとか救うとかね、なんか自分がほら、はい、メサイアコンプレックスって言うんだけど、救世主コンプレックスって言ってさ、はい、なんか自分がこう救い主で、うん、あの哀れな主人を救ってあげるみたいな、はい、あの大きなお世話のことしだしたのね。あ、で助ける助けるって言って、うん、お客さんに憑依するの。憑依、憑依って言っちゃったけど本当憑依する人います。ほう、だから結局あの自分が結局自分の無価値観をこう埋めるためにね、うん、あのやってるってことを気がつかずに、はい、本当にその人たちが求めてることじゃないことを自分のエゴでやってしまうから。あ、それこれ形を変えた暴力だし搾取でしょ。ハードですね、はい、そうかもしれないですね、はい、なるほど。なのでやっぱり自分の無価値観の部分とか、はい、ちゃんと自分を肯定できていない、うん、あの肯定できてないことがいけないってことじゃなくて、うん、ああ自分って自分のこと肯定できてないんだなってことをまず気づく。あ、その肯定できてない状態、無価値観から起業したり何か活動を始めるっていうのは、はい、どうなっちゃうんですか。やっぱダメなんですか。長続きしないし、あ、はい、あの結局人に感謝されないとか、やっぱりビジネスやっていくうち、うん、あの、はい、上でさ、やっぱりほら、はい起業しました、個人事業主届け出しましたって言ったら、はい、あの何、黙って座ればピタリと当たるっていうじゃない、はい、だけど座ってくれる人をさ、はい、あの連れてくるの大変じゃないですか。そうですね。でそこまでの仕事がすごく地道なんで、はい、その座ってくれる人がいないとか、うん、それからあとやっぱり集客のね手段としてメルマガとかブログとかいろいろソーシャルメディアとか使うわけなんですけど、はい、 そうですね、うん、そこの無価値観のところにしっかり向き合っておかないと、うん、やっぱり自分が何かをした時にあのなんだろう、ありがとうって言ってもらえないとか、じゃ最初のうちって言ってもらえないじゃん、ありがとうなんて言ってもらえないですね。でまず存在気がついてもらえないし、うん、そうですね、はい、何者でもないところから始まります。そうだから、そこの何者でもないっていうところからコツ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 、うんうん、はい、やっぱり本当に自分が何のためにこの仕事してるの、うん、っていうところをぶらさないで、うん、あのコツ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 、はい、何のためにっていうとやっぱりその無価値関係の人も地球救うためにとか言うんだと思うんだけど、ちょっと飛躍してますね。まあいいんだけどやってもね。でも分かるのはやっぱり無価値観系の人は、無価値観をあの埋めるためにやってる系の人は、はい、あの結果が出ないとすぐ辞めるんだよ。お、褒めてもらえないと、感謝してもらえないと。こんなに私頑張ってるのになんで感謝してくれないのみたいな。そう、誰も分かってくれないとか、あとは他のね、はい、まあ、私の業界だったら他の、ね、同業者の方とかで、はい、華々しくやってる人を見て落ち込むとかさ、あ、関係ないのにみたいな。関係ないんだけどそこの罠に落ち込むんだよね。あ、なるほどなるほど。そうか、無価値感を埋めたいから何か助けたいではなく、はい、自分には有価値、価値があって、その人の助けをできるんだ、ね、だから誰かを、そうですね、だからやっぱり自分の中のお宝っていうところをちゃんとしっかり見る、うんうん、
欠乏感からではなく、そう、他の誰かになろうとするんじゃなく、誰かになろうとするんじゃなく、自分のお宝にリーチ、自分の、そこもちょっと自己分析とか自分を知ることにつながっていきますね。そうですね。あ、なるほど。あとはそうですね、やっぱりあのさっきお客さんに憑依するって私言っちゃったんですけど、言っちゃいましたね、言っちゃいました、うん、すいません、もう一回言います。お客さんに憑依しちゃうんです。念をしましたね、二度言いましたね。じゃあもう一回言います。お客さんに憑依しちゃうんです。食べました。で、あのこのその無価値観を埋めるためっていうことで、じゃあ精神論でいくのかっていう風な話なわけなんですけれども、はい、さっきの青柳さんのお話にもなるんだけど、お金が大事、はい。いきなりという、なんかこう、そう、ジェットコースターみたいですね。そうなんです。っていうかやっぱり不安と無価値観ってセットなんで、うん、はい、あ、不安と無価値観セット、そう、不安と無価値観セットなんですよ、うん、はい、確かに、なんか無価値観があって不安があって、はい、焦燥感があり、そうなんです、短絡的行動に結びつくみたいな、そう、そうすると、うんうん、お客さんのためにって言いながらお客さんから奪うんだよね。はあ、なんか痛いな、心が痛い、搾取するので、本人全く無自覚、うん、はあ、心が痛い、最悪でしょ。最悪ですかね。そうですね。なので、でね、なんだろうな、はい、私時々聞かれるのが、私実は今年で50なんですけれども、はい、え、ありがとうございます。その演者待ってたよ。で、やっぱり予定調和みたいな。それで、ね、やっぱりあの40代後半とか、はい、50代の方とか、まあ、60とかね、うん、そういう方から起業についての、まあ、相談を受けるわけなんだけど、はい、私も起業したいと、はい、あの今いろいろね、家庭で事情があってとか、はい、それから会社に居づらくなってとか、いろんな複雑な事情があって、私自立しなきゃいけないから、はい、起業したいんだけども、でも起業してなんか10年かかる、私そんなに待ってられないんですとか言い始める人いるわけなんですよ、はいはい、でそういう人にやっぱり聞くと、やりたいことあるのって、はい、ありますとか、地球日光圏とか言うんですけど、いや、あのいいんですよ。で、うん、年齢がね、年齢だから起業なんて無理なんじゃないかとか、はい、でも何ですかね、やっぱり事情が事情なんで自立しなきゃいけないから起業するしか道はないんですとかおっしゃるわけですよ、うん、で私から言わせれば、起業したいんだったら起業すればって私話なんですね、うん、はい、で、あとそれから年齢だとかさ、それから今自分は40代後半とか50歳なんで、うん、まあ、起業してちゃんと稼いでいけるには5年10年かかるって言っても、私には時間がないんだと、はい、どうにかなんないのかっていうけど、それはしょうがないよね。あのね、やっぱり必ずやっぱり時間というのは必要なん で、はい、で逆に私から言わせれば、はい、であなたがその使命だなんだのっていうふうにね、うん、おっしゃってることって、はい、そこまで時間かかってもやりたいことかどうかってことですよね。逆に言えば、なるほど、時間かかるからうんぬんかんぬんじゃなく、そこまで時間かかってもやりたいのかどうか、うん、なんかもうバシバシきますね。ぐさぐさ、確かに。それからなんだろう、それからほらなんだろう、稼いでいかなきゃいけないっておっしゃるけども、やっぱりなんでしょうね、その、はい、生きていくために必要なんだっていう風なんであれば、はい、逆説的な話なんだけど、さっき青柳さんがおっしゃったように、はい、あのお金の心配は先に潰しておくべき。あ、そうしないとお客さんから搾取するんですよ、やってるつもりなくても。貢献してるつもりで搾取してる。そうなんです。無自覚でやっちゃうんです、人間って。エゴがあるから。だからお金の心配は先に潰しておく。これ大事です。お客さんに必要ないのに売り込んじゃったりとか。そう。なるほど、ありがちですね。焦っちゃってるとそういうのやっちゃいますよね。そうですね。ビジネスをやってても。うん、でそういう人に限って、私は煽りたくないんですとかね、セールス嫌いなんですとか、あの言うんですよ。なんかこう0100思考なのね、考え方。ああ、はいはい、うん、極端と言いますか、はい、で、なんでしょうね、本当に生きていくためだったら、お勤めしながらそれこそね、はい、やればいいじゃないですか。うん、確かにそうですよね。ね、起業っていうとみんなさ、なんか華々しくって、うん、
なんとかさんの出版記念パーティーに行ってきましたってこういうなんか私あれ大嫌いなんですけどごめんなさいにやってる人いたらあのすいません嫌いなんですっていうかただ単に私に合わないってだけなんでやってる人は否定するつもりありませんよ。いやいやで何だろうでそういうことをするのが気づきますねでそういうことをそういうふうになるのが気になって勘違いしてる人が多いのかなと思ったけど あの例えばねあれですよねご自分の何かほらちっちゃい小物でもいいし、はい、自分の作れるものそれこそ自分のお宝もう何か作ってみて1個でも売れよって話でこれってこう出して、はい、あこれ欲しいかわいい、ね、シュシュだっていいじゃない、うんはい、あこれいいって、うん、ね、はいうん、このなんかこのなんとか、うんうん、あこれかわいい小物を作って、うん、この間これすごい友達にプレゼントしたら喜ばれたのありがとうって、はい、お金払ってくれた、はい、それ起業ですよね。起業です。自分が持ってるお金自分が持ってるお宝をまずはお金に変えてみる、うんうんうん、これですよ、はい、何でもいいから売ろうよって話ですよ。100円でもね、はい、200円でも全然、はい、それだって一つの企業事業ですから、ね、そうなんですよ。やっぱり、うん、畳の上でね、うん、今の人は畳の上でのクロールとかやったことないの？畳の上でのクロール、なんかほらあるじゃん、水泳で、ああ、うん、練習ってことですか？そう、ああ、うん、プールに入る前に畳の上でクロールの練習するっていうことですね、うん、畳の上のクロールは畳の上のクロールなんですよ、うん、所詮。なるほど。だからプール入ろうよって話、泳げるようになってプール入ろうじゃなくて、うん、まず水に慣れようよ、うん、なるほど。そうですね。で、何の話してたんですか？何の話したっけ？忘れちゃった、うん、まずいな、時間がどんどん流れてじゃあ、桜井さん2倍し100分にしましょう。いやいや、でこれ女性が起業することとビジネスで成功することについてのよくある誤解や偏見、うんはい、ビジネスでの成功することイコール女性としての幸せ、はい、を諦めることではありません、はい、あこれねよく女性が起業するとか、うん、女性がビジネスで成功するこれはやっぱり企業人として成功する道っていうものもありますし、まあ、企業人というのは組織人ね管理職、うん、そういう道もありだと思いますし、あとはやっぱり 自営業でね夫婦でやっていくって道もありますし、はい、あとは自分でちゃんとね自分の独自のビジネスを持ってっていういろんな道あると思うんですけど、はい、女性がビジネスで成功することイコール、うんうん、女性の幸せを諦めることじゃないっていうのは私本当に口酸っぱくして言いたいんですね、うんうんうん、男性に嫌われるんじゃないかとか、はい、男性に煙たがられるんじゃないかっていうふうにおっしゃる方いらっしゃるし、うん、まだそんなこと考えてるのに平成だよって私言いたいんですけど平成のよ男性が嫌がるのは女性が稼ぐことじゃないんですよ、うん、これ誤解が多いんですけど、うんうんうん、女性は稼いでも OK なんですよ。女性の男性が一番まあ、嫌がるのは、はい、なんていうのかな、女性が常に不機嫌でいることっていうの、あ、うん、そうですね、そう、ちょっとね、まあ、要はあんたの稼ぎが足りないから私働いてんのよ的な、ほらそういう見下しに耐えられないとかさ、 あとは何でしょうね、感謝がない、あ、そうですね。で男性を立てるとかよく言うけど、まあ、立てるっていう言葉自体はどうなんだろうなって私は思うんですけど、まあ、立てるって言いましょう、まあ、尊重するって言葉私使いますけれども、はい、男性やっぱり自分がちゃんと尊重されている、うん、そうですね、うん、あとは自分が彼女を幸せにできているんだっていう、こうなんかこう自負心というか、はい、達成感というか、うんうん、僕が彼女を幸せにしてあげれてるんだっていう、こう自分のパートナーである女性がこう幸せそうにしてホクホク笑ってるのを見て、やったと思うんですよね、はい、そうですね、そうで、これさえ抑えておけば、はい、やっぱり自分で起業してね、仕事して、うん、楽しそうにしてて本当に楽しそうだと、うんうん、で、ね、こういう本当に楽しい仕事してるし、本当に私幸せだし、あなたと結婚できてよかった、あなたがとってもサポーティブだから、はい、うんうんうん、好きなことやらせてくれるから、いい言葉ですね、あなたでよかったって言ってあげればいいんです。まあ、言ってあげるって言ったらだけど言えばいいじゃないですか、言うのただなんだそうですね。でね、逆に何でしょうね、じゃあ女性は専業主婦をして男性が稼いで、うん、ね、経済的な不安をないようにしてあげれば、はい、じゃあ男性は
OK なのかっていうとそうじゃなくって、はい、あの女性が専業主婦でね、経済的なことは全部男性がやっててくれたとしてもですよ、うんうん、結局そこで女性がアンハッピーな顔してると、はい、なんか愚痴不平不満つまんない、うん、そればっかり言ってると、うん、男性は逆に、うん、えこんなにしてるのにまだダメなんですかっていう俺は何だったんだってそこの無力感を感じるんですね、はい、失敗感、うん、これが男性が一番弱いんですよ、うん、そうですね、うん、だからあの家庭に入ってれば夫婦、ま、円満に行くかってそういうことじゃなくって、うん、結局男性にとって必要なのは、まあ、自分の男としての気概というか、うんうん、僕が彼女を守ってるんだって、うん、僕が彼女の幸せに貢献してるんだ、うん、この実感なんです ね、 そうですね。ここを抑えないと家庭に入ってもダメ、はい、企業がとかじゃなくてそういう問題じゃないという、うん、ちょっとそれそもそもあのずれた心配。なるほど。で、あの話言っちゃっていいですか。仕事をしている時が一番輝いている話で、あの今回ねトップバッターでお話しいただいた、はいはい、ね、コーチの田中直子さんの、はい、あのね、夫婦ご夫婦で仲良くしていただいてるんですけど、うん、はい、あの名言があるんですよね、直子さんの旦那様の、はい、直子は仕事をしている時が一番輝いている。ほう、俺は仕事をしている時の直子が好きだってね、うん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 、でしょうんうん、はい、そういう関係性作れるんですよ。なるほど。だからあの仕事をしてるとね、あの男性が女性を煙ったがるってことではないし、うん、大事なのは先ほどねお伝えした、うん、まあ承認とか感謝とか、そうですね、自分に意味があるんだって思いたいっていうことですよね。そうですね、そうですね、確かにそうかもしれないですね。ちょっとその自分が仕事をして彼女を養っているじゃなくて、その女性が起業してお金を稼ぐようになると自分の意味がなくなるんじゃないかみたいな恐怖、そこをね、あの、うん、怯えてるだけなんで、うん、そうですよね。そうじゃなくてやっぱり直子さん以外にもね、うん、何か私いろいろ起業家の女性の方でね、うん、あの存じ上げてますけど、はい、うまくいってる方ってやっぱりね、あの懇親会とか行くと、うん、あれなんですよ、聞いたことあって、はい、いや本当にえガチで聞いちゃったんですけど、はい、なんか旦那さんからその私の知り合いのね先輩金融家の方 の、はい、あの電話かかってきたわけ。それでうん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 って話してて、はい、うん、何時頃帰るかね、うんうんって言ってて、ありがとうありがとうって言って、何々さんがいつもこうしてやってくれてるから私は自由にさせてもらって、本当何々さんと何々君と結婚してよかったわってよく言うわって感じなんですけどいやよく言うわなんだけど、彼女すっごい自然なの。こういうところですね、うん、なるほど。じゃあ後でまたこの続き話すね、聞いてね、じゃあねみたいな感じなんですよ。うん、楽しそうでしょ。楽しそうですね、楽しそうです。そういうのもあるんですね。なるほどなるほど。ああそうか。であとはあれですよね、あのビジネス、はい、うん、あのそうね、男性性と女性性の話しましたけれども、はい、男性性と女性性の話ってまだしてないよね。私はやっぱりマリッジってことやってますけど、結婚っていわゆる、はい、あの制度の結婚じゃなくて全てが結婚なんですよ、はい、あの全て私たちと曲線ってあるでしょ、はい、陰と陽とか、はい、ね、白とか黒とか夜とか昼とかね、はいはい、でまあ、男性性と女性性ってね、私たちの中には誰もが男性性と女性性持ってますし、うん、男性たちもね、はい、あの塚本さんの中にも女性性ってあって、はいはい、それがあの聞き手と同じなんですよね、はい、だから私たち女性は女性性が聞き手なだけ、はい、で男性人は男性性の方が聞き手なだけ、右手が聞き手なのか左手が聞き手なのかってただそれだけなんですよ、はい、でビジネスの場でもね、はい、あの女性性使います。そうですね、家庭でも使います。だから、うん、やっぱり男性性と女性性をね、はい、両方、うん、どっちも大事、調和させていかなければいけない。男性性っていうのは例えばビジョンとか方向性とかね、はいはい、目標達成能力とか目標設定、うん、それから目標を遂行するため、あの達成するために行動する推進力とか、あとは上下関係とか決断力、はい、それから
発信するとかね、うん、で女性性の方は受け取るとか、あ、男性性与えるだね、うん、女性性受け取る、分かち合い、横のつながり、うん、楽しむ、連携プレー、話を聞く、感謝する、承認する、うん、でこれ聞くとね、ビジネスの場でもビジネスってやっぱり大きく分けるとね、まあ、家庭が女性性優位でビジネスは男性性優位と思われがちなんだけど、フラクタルって聞いたことあります？フラクタル構造、こういう大きい構造があって上位概念があって下位概念にも同じものが相似形で続くっていう、ちょっとフラクタル分かんなかったら後でググってほしいんですけれども、うん、はい、じゃあ大きく分けるとビジネス、家庭、まあ、パートナーシップ、はい、こっち男性性ね、女性性ねっていうけど、この下位の概念にも男性性を使う場面、女性性を使う場面、うん、 あるんですよ、それぞれ、はい、例えば、仕事、じゃあ男性性ばっかりでガリガリやってたらどうするんですかっていうと、競争とか縦社会とかありますよね、うんうんうん、それから決断とかなんかありますよね、うん、はい、ビジョン、方向性、達成、行動力、うん、でもそれだけじゃダメじゃないですか、はい、確かに殺伐としてしちゃいますもんね。楽しむとか分かち合うとか、うん、ほうれん草なんてもろ女性性ですよ、うん、コミュニケーションって女性性なんで、うん、あとは承認する、うん、はい、それから信頼する、信じる、うん、それからありのまま受け止める、うん、とかね、はい、話を聞く、はい、聞いてあげる、うん、それ全部女性性の力なんです。あと育むとかね、はい、でいかついおっさんが部下を育ててるようだけど、実はいかついおっさんが部下を育てるのがうまい、いかついおっさんは実は本人無自覚なんだけど女性性使ってるのね。うん、そう。で逆もまたしんなりで、はい、家庭内で男性性を使わなければ我々女性も使わなきゃいけない部分があるんですね、うん、例えば子供をね育てるでしょ。で子供がなんかほら食べちゃいけないものとかに手伸ばしたらどうすんの、うん、怒りますよね、うん、ダメでしょって言うでしょ、うんうん、それから近所の子供いじめたらどうすんの、叱りますね。そう、うん、そのノーってこうねバシッとやっていいことといけないことを分ける、うんうん、教える、これ男性性なんで。それからよくありがちなのはありのままって言いますけど、うん、はい、やっぱりこれやっちゃったら夫婦の関係破綻するだろうよっていう浮気とかあるでしょ、うん、はい、ありのままの相手をあなたを受け止めるわって言って浮気させ放題ですかって話、そこは嫌ですって言わないとダメでしょ。確かに。そうしないとただの都合のいい女ですよ、うんうん、でやっぱり女性がそこはっきりきっちり、はい、女性の中の真の強さ、男性性の部分を使ってバシッって言わないと、うん、男性はある意味自分で止められないっていうところもあるにはあるんで、どこまでも、うん、あるんです本当にね。やっぱり浮気問題とかのカウンセリングとかしてると、はい、男性の方の言い分聞くとね、はい、こいつだと思うんですけども、本当は僕は妻に止めてほしかった、はい、っていうことあります。なるほど。やっぱり結婚生活がきちっと夫婦単位でうまくいくためにも、女性性、女性の方もね、自分の中の男性性をきっちり使う、うんうん、何をやってるんですか、困りますってね、うんうんうん、いい加減にしてくださいって、はい、ノーってこう決断をする、はい、女性が女性の立場なんだけど、自分の中の内なる男性性をバシッとこう使っていかなければいけないシーンっていくらでもあるんですよ、はい、なので男性性と女性性に対するこう誤解っていうかね、うんうん、ちょっと解けたらいいなって思いますね。なるほど、はい、どちらも大事で、バランスも大事で、それからあと起業の話ですよね、はい、で起業して、まあ、ビジネスでね稼ぐっていうことにしても、うん、これ男性性と女性性を両方使っていかなければいけない、はい、まあ、これは私のそう、ね、昔のセミナーとかね、はい、それからでも何回か喋ったことあるんだけど、はい、結局稼ぐっていうのはただ一方的にお金がこうさ、はい、なんかほら満月のお財布フリフリじゃないけど、なんかお金が勝手にほら一方的に寄ってくるわけじゃないわけ、うん、結局そこには自分のお宝を使って人が受け取りやすい形、商品でありサービスであり、人が受け取れる形にまずする、物質化する、はい、そしてどうぞって差し出す、これが価値を差し出す、これ男性性なんですよ。ああそうなの、男性性なんですね。はい、価値を作り出して差し出す、どうぞ、はい、オファー、はい、これは男性性です、はい、でこれがあって初めて相手が受け取って、ああいいものを紹介してくれてありがとう、はい、こんな美味しい
レストランだったら料理作ってくれてありがとう、うんうん、美味しかったよ、ごちそうさまって言ってお代金来るでしょ、はい、で美味しかったよ、ごちそうさまってありがとうっていうものが、ありがとうの思いが具体的な形になったのがキャッシュなんですよ、はい、でキャッシュが来たらね、ありがとうって向こうが返してきたら、その相手が価値を認めてくれたわけじゃないですか。そうですね、相手が認めてくれた価値が返ってきたらありがとうございますって受け取る、これが女性性なんです。なるほど。でこの差し出す力の、価値を作って差し出す力の男性性と、返ってきたらそこは遠慮しないで、いやいやいやとんでもないって、こうお友達価格とかやんないで、うん、適正価格で、まあ、ぼったくりはダメだよ、はい、うん、あのぼったくらないで本当に適正価格で、はい、あの変な値引きしないで、うん、本当に見合った価格でありがとうって返ってきてるのをしっかり受け止める、うん、これは女性性の力なん で、 でよく起業しててね、あのよくあの私の同業でもいますよ、本当に自分はいいサービスしてるはずなのに、うん、なんか価格が上げられないとか、はい、なんかセッションさせてもらうとみんな感謝してくれるのに、うんうん、みんないいカウンセリングだったって言ってくれるのに、うん、でもなんか私儲かってないですっていうのは、うん、その人の場合は多分ね、女性性がちょっとね、うん、よあのバランス崩れてるんだよね。だから多分いい仕事はしてるはずなのね、はい、与えてるはずなんだけど受け取るってことができてないから、うん、それは男性性に傾いてる。なるほど。そうで女性性優位っていうか女性性ばっかりになっちゃってる人の場合は、うん、あの自分に対して仕事してないのに楽してお金稼ぎたいって人言うでしょ、うん、お金もっと欲しいとかさ、はい、自分はもっと、ね、報われていい存在だとかで対して仕事してない人たち、それは男性性がちゃんとしっかりしてない、うん、なるほど、うん、結局お金だけ欲しがって自分何もしたくないって人は、うん、男性性が弱ってない。これどっちもない、うん、そうか、なるほどな。でこの男性性と女性性のバランスの、はい、欠如とか、はい、この、まあ、ディスハーモニーとか不調和ですよね、はい、ちょっと時間がないんで端折りますけど、はい、この男性性と女性性のバランスがうまくいってないところ、うん、どっちかばっかりが強くてどっちかがこうへこんでる、あるいは自分の中の男性性が元気で女性性が、うん、あ本当は男性性が元気で女性性が元気ないってないんですよ。本当はどっちも元気なんですもん、うんうん、どっちかがこんな感じ、うんで本当はどっちも機能してないんだけれども、はい、なんかどっちかには偏ってるって言ったらいいのかな、うんうん、このアンバランスが生じるのって、まあ、ストレートに言っちゃうと、はい、あのご両親との関係ですね。あの結局両親父親とか母親っていうのは、うん、私たちの内なる男性性と、はい、内なる女性性のアーキタイプ、あの原型っていうんですか、も元鋳型、アーキタイプ、うん、あの雛形、うんうん、はやっぱり男性とか、うん、はい、あうん、父親、はい、母親が、うん、やっぱりこのように私たちがね、うん、あの生を受けた時に、はい、あの一等最初に出会う男性性、あの、まあ、理由があってほら先に他界しちゃったとかあるとは思うんだけど、うん、やっぱり父親がいて母親がいてっていう男性性女性性、あるいはやっぱりそういう家庭で育ってない方の場合は例えばあのステップファーザーっていうかね、うんうん、あとはまあお父さん代わりの方、お母さん代わりの方っていらっしゃると思うんですけど、そういうこう自分にこう男性性を見せてくれた人たち、それから女性性を見せてくれた人たちとの関係性ですよね。ここを修正していくとうまくいくようにかなり改善されます。だいたい掘っていくとそこなんで。そうなんですね。はい、かといっても私は別にね、うん、あの父親母親に感謝しなさいとか許しなさいっていう、うん、なんかそういう道徳論のことを言ってるんじゃなくて。うん、自分のね、あの父親、そして自分の母親と の、 あのそのご本人にとって一番真実の関わり、うん、あの何でもこう、ね、仲良し子よしっていうのは私は親子ではないと思ってるんですよ、うん、はい、でそのご本人にとって一番本質的な関わり、真実の関わりっていうんですかね、うん、それがどういうものなのかってことを掘り下げていく必要があるでしょうね。なるほど、はい、ということでそろそろ時間なんでしょうか。そうですね、はい、うん、この、まあ、今回このお話はちょっと、ね、お時間の関係もあって、はい、あのこう短くまとめていただいたんですけども、はい、この、 あの話の、まあ、本質であったりもっとこう、はい、あのこう長いものが、まあ、この後その、 あの有料の
あのプログラムとしてご紹介があって、はい、の作家さんの、あのものというのは、どういうものですか。ですね、はい、私の、提供させていただくものはですね、はい、あのまあ、つい先日行ったワークショップなんですけど、はい、全く同じテーマでワークショップをしたんですけど、はい、キャリアか結婚か、ね、両親を許すと全て受け取れる、はい、傷ついた女戦士から女神への変容っていう、あの、うん、ワークショップを撮影したの、まあ、5時間ちょっと5時間ちょいなんですけど、はい、全部今の話が全てもう入ってるわけですね。そう、これが全部今駆け足でお話ししたことが全部5時間って、はい、本当はもっと長いんですけど、はい、編集したら5時間だったんですよ、はい、それをダーッとこうね、はい、見ていただけるというコンテンツがあるわけですね、はい、でそれはもうこの後にご紹介いただけるということ で、はい、分かりました。じゃあもう時間のあれ、はい、ちょっと制限があるんで残念ですけども、咲夜さんのこの咲夜さんの話を今日はここで一旦、このパートは終わらせていただいて、この後、うんは今までお話しいただいた3人の女性教官の方とのパネルディスカッションをさせていただきたいと思います。はい、というわけで今日は本当にありがとうございます。一旦終わります。ありがとうございます。